今日は157ページについてお話します。ここには正しい運転技術がないということが書いてありますよね。あなたも車を運転するときはちゃんと教習所に行っていろいろ学びますよね。ハンドルの切り方だとか標識の読み方、そういうものを覚えないと道路で運転できません。でも人生については誰もそれを学ばないんですよね。ですから自分と自分の家族ぐらいからしか情報が得られていないんです。でも常に家族と同じ道を行くわけではないので、新しい情報をどんどん入れなくてはあなたは自分の人生をうまく運転できませんよね。例えば技術が変わったり社会のシステムが変わったりします。そういう時には家族の古い考えではもう間に合いません。ですからどんどん新しい知識を得ないといけないし、こういう時にはこうハンドルを切るということも学ばないといけません。でも人は人生の運転技術を学ぼうってあんまり考えないんですよね。これは本当に不思議なことです。自分以外の人がどんなシーンでどのようにハンドルを切って、そして成功していった人たちはどういう人たちなのかっていうことを知るには、やはりたくさんの情報を集めないとダメですよね。フラクタル心理学にはそれがあります。私が自分自身で勉強してきた時に思ったことは、あるアドバイスはある人たちにはいいけれども別の人たちには悪いということです。では自分がこのアドバイスにぴったりの人かどうかを見分けるにはどうしたらいいと思いますか？結局私が探した中の情報にはこれについての答えがなかったんです。特別な人だけがその人にぴったりの情報を知るというような結果しかありませんでした。でもこれではいつまでたっても人の力が必要ということになりますよね。自分で自分にぴったりな情報を選ぶことはできないんでしょうか？その答えを出したのがフラクタル心理学なんですよ。そしてその情報を得るために LDP というニュースから情報を得るやり方、あるいは人を鏡とした情報を得るやり方があります。ですからただ人が言った言葉を鵜呑みにして、今右に行くべきだから右にハンドルを切ろう、これだけではとても人生の運転技術は得られません。まず正しい情報の取り方がなければダメだということです。ですから正しい情報の取り方があって、そして初めて脳の修正ができるということですよね。これは両方学ばないといけないんです。ということできちんと学んでくださいね。ではまた次回。